しばらくぶりにゆっくりと朝ごはんを食べることができました。ひそかお姉様、ありがとうございます。よかったね、ちゃんと食べられて。いつもはもうギリギリなんだろうな。どういたしまして。でも随分と深い眠りだったみたいね。それが明日は早く起きなくちゃと意気込んでお布団に入ったのですが。ですが、気合を入れすぎたのか、明け方まで眠れなくてですね。お布団に入ったまま本を読んだりしてました。はなちゃん、まあわからんでもないな。俺もちょっとまだ眠くないな。眠くなるまでつったら結構いい時間になったりする。いいですね、ナチュラルボーンドジッコという感じです。うふふ、京子様ひどいです。それなら今夜からはゆったりとした気持ちで眠れるようにしたいわね。頑張りたいです。そういう前向きなとこはいいんだけどね。まるで昨日のひそかさんのようです。よく似た姉妹と言えるでしょう。ああ、そういえば、ああそうね、頑張りましょう。いいこった。ではまた夕刻に。それではまた放課後にお迎えに上がります。ああ、さすがだな。どうしました？ひそかさんも車で通学したかったのですか？そうではありますが、まあ目立っちゃいそうだよな。さらに、そういえば警部の方は、織姫さんの車で通学されていますから、そこは運転手に任せられています。なるほどね。学内でってことか。織姫さんってそんなにわがままな方なのですか？どうでしょうね。今までがあれだから爆発するんじゃないかって言われかな。何しろ好きに振る舞っていいということになったのは私が初めてのことですし、織姫さんの本当の性格は誰も知らない。申し訳ありません、花さん。ひそかさんが花さんのお部屋で一体何を見たのか、口を割らないものですから。ああ、やめてください、京子お姉様。ひどいです、花さん。私も花さんのお姉様ですのに。だって京子お姉様に知れたら一年はからかわれそうですし。失礼な、そんなことはしません。そうなんですか？ちゃんと卒業するときに次の世代に引き継ぐまできっちりと伝えていくに決まっているじゃありませんか。一年で終わらせるなんてもったいない。ああ、やっぱりダメです。この秘密はひそかお姉様に
にお墓に入るまで持って行ってもらいます。ひそかさん、はなさんに好かれすぎなのではありませんか。ジェラシー。京子さん、それ自業自得です。さすがだな、いい顔してたな。あ、ごきげんよう。おはようございます、お姉様方。あのごきげんよう、お姉様方。ごきげんよう。気持ちのいいお天気ですね。ごきげんよう。今日もお励みなさい。周りのモブたちも、なんかみんな可愛いな。そう言ってくださればよろしかったのに。すごいね、こんだけたくさんの女の子から見てもやっぱり美少女に見えるということは、素材がいいですからね。配慮が足りませんでしたね。陳謝しましょう。いえ、謝っていただくほどのことではないのですが。この顔好き。最初からこんなことで大丈夫なのでしょうか。こんなこと、とは。転入初日から成績の噂が流れて大騒ぎされることです。まあな。考慮されていたもっと重大な問題が無事に済みそうなのです。その程度のことはどうでもいいのでは。まあなあ、そこが一番。いっそ騒がれるくらいの美貌ということですから、むしろ安心してもいいくらいなのです。さすがに安心とまではいかないでしょうか。周囲から見ておかしくないようなので安堵はしていますが。仕事ということですから全力は尽くそうと思いますが。あ、バレたら一発アウトだからな。ごきげんよう、織姫さん。この二人が向かい合ったら周りは大変なことになっちまう。覚えていらっしゃいますか、私のこと。おお、高校しいな。ええ、マリア像の前でお会いしましたね。いきなりあれだもんな。本来陰ながら支えないといけない立場なのに。昨日はありがとうございました。私は風早織姫と申します。キラキラ。結城ひそかと申します。あの折はお祈りのお邪魔をしてしまったようで申し訳ありませんでした。そんなこと。一組に編入していらしたそうで、ちょっと残念です。残念ですか。ええ、私の競争相手になってくださりそうな方ですのに。これでは楽しさも半減というものですからね。
ひそかさん視点だとあれですね、なんか強キャラ感がすごいな。競争ですか。その辺のご期待に添えるかどうかはちょっと分かりかねますけれど。あら、謙遜ですか。それとも編入試験の成績はまぐれだったとおっしゃりたいのですか。そのあたりは何とも言えないのですが。めっちゃ圧かけてくるやん。王者の貫禄だな。つまり静かに暮らしたいというようなことでしょうか。そうですね、そんな感じだと思っていただけると。まあ立場上な。ですが、ここは私に見つかってしまった以上、諦めていただくほかはないでしょうか。いい顔するな。どうしてか、そう言われるのではないかと思っていましたが。いいですね、あなた。ますます気に入りました。ぜひお友達になっていただきたいところですが、しかし無理強いもできません。おっとひそかさん、ここは諦めてはいって言っておいた方がいいと思うよ。ミミちゃんかわいい。それはどういうことですか、ミミさん。ここそうだもんね。知らないだろう、ひそかさんに一応説明しておくけれど、彼女はこの国切っての大企業風早グループの創業者一族の跡取り娘で、この学院では並ぶもののない有名人なんだ。重々承知しております。悪役。そんな姫から遊戯を求められたのに断ったっていう知らせが学院中に広がるとどうなるかってことだよ。そういう、まあ、すごいことになりそうだな。本当にめっちゃ目立つだろうし、ね、はいかイエスでってやつですね。鳩が豆鉄砲をもらったような顔をしていらっしゃいますわね。仕方のないところではありますけれど。そうですね、今までは学校という場所の中でそこまで高い注目度を持った人に会ったことがなかったものですから。厳しいな。以前はそういった目を気にして人に気安く話しかけたりといったことを躊躇したりということもしていたのですが、ある日気がついたのです。何をです。私にストレスがたまるということですわ。そういうあれだな、返しもできるとこさすがだな。樹木を集めてしまうことについては私自身が望んだことでもありませんし、それで私が萎縮するのもおかしな話。そう気づいてからはそういう遠慮はしないことにしたのです。なるほど、それは確かにそうですね。なるほどな。まあお父さん知ってるもんな。いいところを受け継いでますね。ということで今すぐ決めてください。私とお友達になっていただけますか。お返事の遺憾に関わらず、明日のゴシップは決まりでしたよ。すごい、周りの声がすごい。ご期待に添えるかどうかは分かりませんけれど。もちろんそうでしょう。けれど動き出さなければ何も始まらないのですから。
うん、緊張感がすごい。よすが、よすがって読むんだ。うん、そうですね。お友達になれるなら嬉しいでしょうね。おお、それはこれからお互いに確かめていくことにいたしましょう。ええ、失望されないようにとそう祈ることにします。いいね、これ結構まずそうだよな、重要なあれだったよな今の。それではまたお目にかかりますわ。ごきげんよう。はい、ごきげんよう。あの顔好きだな、やっぱ余裕がある感じ。初手から大きくつまずきましたね、ひそかさん。後で詳しくお話をお伺いしても。いやー、まあしょうがなくねえか今のは。うん、随分と賑やかでしたわね。何かありましたか？あ、十条先生。あれ、この人一作目の人じゃない？あれ違うのかな、名字が。でも一緒だな。本日よりこの学院でお世話になります、結城ひそかと申します。やっぱり私はあなたの編入する3年1組の担任をしています十条紫音です。どうぞよろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いいたします。やっぱそうなんだ。あー、そっか、じゃあ結構じゃあ時間経ってるのか、一作目から。あれですね、やっぱあの絵柄が変わると結構イメージも変わるもんですね。では一緒に教室に行きましょうか。茨さんもうちのクラスですから。友人と同じクラスで胸をなで下ろしているところです。何しろお嬢様学校なんて初めてのことなので。そうですか。ですが大丈夫です、あまり肩肘を張らずに。努力します。いい先生になったんだな。あの京子さん。ん？なんです？私先ほど何かおかしなことを言いましたでしょうか？肩肘を張るなと言われてわざわざ張らないように努力すると答えるのは十分に肩肘を張っている証拠ではないかと。ああ、そうですね、確かに意識しないようにするっていうのはもうその時点で意識してるっていうあれに似てますね。うん、なるほどね。紹介をしますから、京子さんは先に席についていてください。はい、うん、声優さんも多分一緒の方だよね。こんな感じだった気がする。いいかしら、それとも深呼吸とか必要かしらね。いえ、大丈夫です。挨拶か。そんなに緊張しなくても皆さんきっと歓迎してくれますから。うん、おはようございます。おはようございます。お、喋り声がさすがだ。
て。今日は皆さんもう聞き及びのことと思いますが、転入生を紹介します。お名前、黒板に大書きしてもらっていいかしら。あと挨拶も。はい。おお、綺麗な字。結城ひそかと申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。おお、硬いな。うん、緊張かな。窓際の一番後ろにあなたの席を用意しました。あそこにおかけなさい。はい。ああ、なんかそうだな、普段の柔らかさがないな。うん。それでは今朝の連絡事項は以上です。日直さん、起立礼。うん。あれ、なんだか普通の雰囲気だ。ずいぶん緊張していたようですね。陽子さん。ええ、まあ。そらそうよな。鏡の君、その方とお知り合いですの？お。ええ。一応遠い親戚なのですが。本当に？ええ。ああ、まあでもそうか、そんぐらいの設定の方がいいのか。うん。あの、お話、お伺いしても？それは本人に聞けばいいのでは。いや、でも、ああ、やっぱ硬すぎてちょっと怖そうに見えちゃったのかな。お、笑うのです。あの、私がどうかしましたか？あ、くそ。あー、これ林道バラを背負って素敵すぎる。これはもうイチコロですよ。なんかアップになるんだっけ。すいませんでした。あれ、くそ。ちょ、待て待て待て。すごい、一気に。すっごい綺麗な人が転校してくるっていう話題で持ちきりだったんですよ。私のことですか？はい。ですが前に立たれていた時すごく鋭い表情をしてらしたから。で、私たち声をおかけしてよいものか迷ってしまいまして。緊張してらしたのですね。すみません、転入なんて初めてのことで、私もどうしていいのかわからなかったものですから。よかった、大ごりになっていたわけではないのですね。あの、転入試験の成績がすごく良かったって。え、いえ、それは私本人には通知されていないことなので。あ、そうなのですね。ですが、先生がそんな風におっしゃっていたくらいですから、きっととても優秀でいらっしゃるのでしょうね。ええ、きっとそうに違いありませんわ。どうなのでしょうね。一気に注目の的だな。うん。皆さん落ち着くのです。ひそかさんが困っています。助け舟。まあ、これからクラスメートですし、どうせ逃げる場所もないのです。楽しみは長引かせるべきではないかと。あ、鏡の君、そのようなこと。そうです、さすがにそれではひそかさんにご迷惑ですわ。おお、いい人ばっかり。
ああ、なるほど、そういう意図が。いえ、私はさして面白い人間とも思いませんけれど、どうぞ皆さん仲良くしてくださいね。はい、もちろんです。何かわからないことがあれば何でも聞いてくださいませね。おお、早くもいい感じで打ち解けてますね。